はあ、いやいやいや疲れた。マキニャン王冠クローバー緑のハートキャベツ買いましたか。うん、わら。そうそう、キャベツも買ったんですけど、あのね、一昨日ぐらいにもやし買ったんすよ。あれ曲がるの忘れたっけ。忘れてない忘れてない。この先だ。一昨日ぐらいにね、もやし買ったから、もやしなんとかしないと。あれ過ぎた？よく走ってる今。あ、もう過ぎちゃった。あ、いやいやいや。いつの間にかに通り過ぎちゃった。おりゃー。鬼U ターン。おりゃー。こっちから入れたっけ？こっちから入ったことないな。だいぶ過ぎたな。だいぶ過ぎてるわ。だいぶ過ぎちゃった。今日は帰ってね、ちょっと早めに帰ってね、その野菜をなんとかしないとダメなんですわ。帰ったら野菜切り配信しますよ今日は。マキニャン王冠クローバー緑のハートつゆしゃぶ、もやしやキャベツの千切りを豚肉で巻いて食べるニコニコ。おお、なるほどね。そういうのも美味しそうっすね。手がかかるけど、手間がかかるか。いや、もう焼きそば配信でいいですよ今日は。お腹空いてるんですよね。焼きそば食べたいけどお腹も空いてるって。もう作ってるのが間に合わないぐらいお腹空いてますよ俺。朝からね、バナナ1本とパン3枚しか食べてないんですよ。食べる暇なかった。タイミングが全然だからね。もう今日は帰ったら帰って。マキニャン王冠クローバー緑のハート、うちも焼きそばあるな。うーん、焼きそば、もう焼きそばでいい。この前ね、先週切ったサラダの残りとかがね、ちょっと残ってるやつがあるから、もう炒め物したいんですよね。なんかもやしも買ってあるし、だから今日野菜切って、それの野菜くずと一緒にあれですね、もやしとかね。もう焼きそば決めた。焼きそば配信今日は。混んでるな。ここだけかな、ここだけな。なあ、もうね、空港行って並ぶのもちょっともういいかなって。今日は並ばないでもう帰りますよって感じ。匿名さん、俺、対馬、プラス団子さん、見てるぞ。はい、はい、匿名さん。同じ匿名さんですかね。さっきも匿名さん来たけど。匿名さんじゃないとダメなんですかね。俺、あんまり匿名さん、あんまり好きじゃないんですよね。痛い目にあったから。匿名さん来なくしてたはずだったのにな。なんでまた匿名さんが来ちゃうかな。まあよろしくお願いしますね。
あれ、そういや、この前あの映画見に行った話 しかけて全然映画の話してないけど、映画どうでした？なんか俺も先週ちょっと映画の話しかけた頃ちょっと忙しいことあって映画の話できてないなと思ったんですよね。どうしました？映画は面白かった？マキニアン王冠クローバー緑のハート、うん、ドライブマイカーですよね。そうそう、見に行きましたって言ってたじゃないですか。俺ちょっと あのお取り込み中だったからあんまりよく話聞けなかったんですけど、どうでした？マキニアン王冠クローバー緑のハート、大人な映画でしたね。そうそう、おう、いい表現ですね。大人の映画だったね、本当にね。あれ本当やっぱね、最低40代半ばとか後半とかそれ以上の人が見た方がこうなんかいろんなことが分かるっていうか、考えさせられるっていうかね。あんまり若い人見ても分かんないですよね、あの映画はね。本当、ね、なんか俺たちの世代にちょうどぴったりみたいな映画ですよね。マキニアン王冠クローバー緑のハート、舞台も見に行くし手話少しわかるし良かったです。うーん、あのソーニャのあの舞台見たことあるんですか？すごいですね。キャラメル、こんばんは。はいよ、いらっしゃいませお疲れさんです。マキニアン王冠クローバー緑のハート、いや他の舞台ですが、英語などがモニターで読める舞台見たことあります。あ、はい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 、はい、なるほどね。本当キャラメル、めっちゃ寒いです。おい、雪降ってるんでしたっけ？こっちは今スノームーンっていうやつ、2月の満月真正面、スノームーンっていうやつですね。スノームーンっていうだけあって白いかなって感じはするかな、少し。キャラメル、雪は降ってませんが寒いです。マキニアン王冠クローバー緑のハート、こちらは雪少し積もりました。はいはい、なるほど ね日本全国北から南までね、縦に長いからいろいろ地方によって違いますね。寒いのは寒くても雪降らないとか、そんなには寒くないって言っても雪が降るとか、いろんなとこありますね。あれでもあの監督の浜口竜介さんでしたっけ、アメリカで勉強したことあるって言ってたけど、なんとなくやっぱりアメリカで勉強したことあるなっていう方の映画っていう感じしましたよね。いろんな国の人と混ざってこう映画の勉強をするっていうか、映画を作るっていうか、そういうことをしたことがある人が作ったらああいう映画ができるんだろうなっていうような、そんな感じでしたよね。
ね、俺言ってたじゃないですか、もう映画館がシーンとなんかこう見入っていたっていうか、聞き入っていたっていうか、なんかそういう映画見たのも久しぶりだなと思って、本当にシーンとしましたよ。そういう面ではね、なんかいい映画だったな。あれが一番を取れるかどうかっていうのはちょっと分かんないですけどね、他の映画も見てないから。一番取れるかどうかは知らないですけど、内容は濃かった。マキニャン王冠、クローバー緑のハート、若い女優さんこれからの活躍が楽しみです。タバコ吸いすぎっすよ、でもあの人タバコ吸いすぎあんなにタバコ吸ったらもうタバコ吸いすぎでしょってぐらいこれでもかっていうぐらい吸ってましたね、タバコ。タバコ吸いすぎでしょってぐらい。混んでるじゃないですかね。時代これが聞きたかった。ちょっと一回